はい、インセクテック足立です。昆虫採集標本用品は豊富な品揃えの弊社までご用命お願いいたします。今日もスギリンとエサケルスと呼ばれる小型のクワガタなどを採集しに来ました。エサケルスとはマダラクワガタ、ツヤハダクワガタ、ルリクワガタ、コルリクワガタなどを指します。これ電信柱の線だね、これね。正面にちょっとちらっと映った斜面、こういうところに生息しています。まあいろいろ震災とかあってですね、福島県の浜通り海側の山は非常に荒れています。川の流れは全然変わらないように見えるんですが、道に関しては崩落してたり、ほぼ通れないところがたくさんあります。はい、この斜面も生息してます。ルリの産卵根ついてたんですが、ちょっとやってみたんですが何も出ませんでした。10年以上ぶりなので、本当見た目が全然変わってて、記憶を頼りながらポイントを探してるんですが、なんとかたどり着くことができました。この向かい側の斜面ですね、これがタコトレポイントです。はい、この川を挟んで右側ですね、この斜面、これがいい感じで木が生えてて空間もあって、こういうところが冬の在菜に適した場所になります。いい感じです。川を渡ると早速いい木があったので割ってみました。ちょっと失敗しちゃってこんな風になったんですが、まあ直せます、大丈夫です。はい、あ、いい感じですね。こういう空間がいいんですよ。こういう立ち枯れ、倒木、空中にある木ですね、こういう木にルリクワガタが産卵してて、幼虫そして成虫が出てきます。はい、早速幼虫が出てきました。冬眠前なので半透明の幼虫になっています。はい、出してみました。この半透明になることによって幼虫自体が凍らなくなっています。この木はルリクワガタの産卵根がたくさんついています。テロップを入れとくので同じような形探してみてください。たくさんついています。これはルリクワガタの集霊幼虫だと思います。ルリクワガタメスの成虫です。入ってる材としては非常に柔らかい材に入っている場合が多いです。手で崩せるような感じになります。はい、取り出しました。こんな感じです。大きさはオスメスともに10ミリ前後でしょうか。はい、これはオスの成虫です。
い、理想的な絵ですね。こんな感じでルイクワガタがやわい材の中に入っています。これは赤枯れの材に入っているマダラクワガタの幼虫。もう老眼進んじゃってマダラの成虫は見つけるのが困難です。ですので何個か見落としちゃったかもしれません。はい、これマダラの成虫です。5ミリくらいですからね。はい、これが赤狩りの材ですね。これ赤いでしょ。こういう木を探すとマダラクワガタ、ツヤハダクワガタ入ってるんですが、ツヤハダクワガタはもっと太い木の中に入っているような気がします。こんなのも出てきました。杉林にあげたんでちょっとわからないんですが、サメハダチョッキリかな、それともドロハマキチョッキリかな、ちょっとわかんないです。これはルリクワガタのメスの成虫が洋室の中に入っているところです。ここは結構メタリックブルーのメスが出るんですよね。はい、これはちょっと銅色のルリクワガタのメスの成虫になります。こんな空中に浮いた、そうですね、15センチから20センチほどの材からもルリクワガタがポコポコと出てくれます。手でパキパキと木を割りながら取り出せるので非常に安心して採集することができます。はい、で杉林はというと私より、川下の方でウリクワガタたくさん、あとオニクワガタとかかな、幼虫出していたようでした。これはメス、銅色メスですね。はい、結構久しぶりにこのポイントに来たんですが、楽しく時間を過ごすことができました。これは帰りに見つけた放射線量の測定器です。原発から近いところはまだこのくらいの放射線量があります。